ジョン・ギブソン・クラークソンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ケンブリッジ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。1882年に、当時ナショナルリーグに加盟していた、ブースター・ルビーレックスと、契約、3試合に登板したが、ルビーレックスはこの年18勝66敗と、惨敗し、リーグを離脱。彼は放出され翌年を北西部リーグのセギノ能。 球団で過ごす。1884年8月に当時キャップ・アンソンが率いていたシカゴ・ホワイト・ストッキングスに入団。アンソンは彼の才能を見抜き、翌年からチームの主力投手に抜擢した。期待に応えたクラークソンは、この年70試合に登板53勝16敗というメジャーリーグ史上2番目のシーズン勝利数を挙げる。 以後1886年には36勝17敗、1887年は38勝21敗で2度目の最多勝利投手となり、その才能を開花させた。1888年、当時としては破格の1万ドルの移籍金で、ボストン BE ーーターズに移籍する。移籍した翌年の1889年には72試合に、先発し49勝。 脱三振284、防御率2.73をマークし、投手部門の三冠を獲得した。同年6月4日の試合では、メジャーリーグ史上初めてとなる、三者連続の三球、三振の記録を達成した。1891年には、キャリア6度目の30勝以上を挙げる。シーズン30勝以上を6度以上記録しているのは、 メジャーリーグ史上彼とキットニコルズの二人だけである。翌1892年のシーズン途中に彼は、ボストンを放出され、クリーブランドに移籍。同年、通算300勝に到達したが、翌1893年に、投手、本塁間の距離が60フィート6インチに伸ばされると、それまでの投げすぎもあってなかなか勝ち星を上げられなくなる。 1894年のシーズン中に、ボルチモアに、トレードされるが、移籍先では登板することなく、そのまま引退した。1909年マッサチューセッツ州で高い。1963年、ベテランズ委員会により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。投手としての球種は、ライジングファストボール、ドロップカーブ、チェンジアップ。ありがとうございます。